お帰りなさい。お風呂沸いてるよ。いらっしゃい。私と一発やらない？5000円でいいよ。ブラックワールド。俺の名前は光一。会社が休みの今日は息子の星とキャッチボール。ほら行くぞ。ゆるく投げてね。ただいま。お帰りなさい。お風呂沸いてるよ。彼女は愛しの妻イブ。結婚して15年が経つが相変わらず美しい。正直俺ほど幸せな人間は他にいないんじゃないかと思う。本当に幸せだ。あの子水泳で大会メンバーに選ばれたんだって。へえすごいな。それにね、ピアノもトップクラスに上手なんだって。へえ、じゃあ何かご褒美でもあげようかな。欲しいゲームがあるって言ってたような。そうだね。あともう一つ話したいことが。ん？もう一つ習い事させる？私も何か始めたいなーなんて思って。パートで働きたいな。え、パート？俺の稼ぎは確かに少ないけど働いてもらうほどじゃないよ。いや、お金のためじゃなくてさ、星の友達の海ちゃんとリサちゃんもパートしてるみたいだし、私も。あ、いやいや、イブ気を使ってくれてありがとうな。俺ももっと仕事頑張るよ。いや、そういうことじゃなくて。イブはそのままでいいんだよ。俺はイブに家にいてほしかった。無理に働いて体を壊してほしくないと思ったから。でもイブが働きたい理由を俺はこの時しっかり聞いておくべきだったんだ。私の名前はイブ。一人息子と夫の光一さんがいます。はあ、今日もしっかり貯金もできるし、何不自由のない生活。最近の私の不満、それは退屈。家事も育児も慣れてきたもんだし、お金もある。なのにどうしてこんなに退屈なの？そんな時、ママ友のリサからとある話を聞いた。パート始めたの？うん。それだと社会的なつながりができて家の中のストレス発散になるの。それに、それに稼いだお金でね、パチンコにハマってるの。パチンコって本当に楽しいのよ。当たった時の快感がたまらないの。リサやめときなよ。専業主婦なんて退屈じゃん。それくらいの暇つぶしがないとね。試しに教えてあげるからやってみない？私はリサの提案に引き気味であったものの、まあ少しだけなら。早速パチンコを少しやってみると、わあ、なんか玉がいっぱい出てくるよ。わあ、当たってる当たってる。嘘。ビギナーズラックとはこういうものなのだろうか。大当たりしてしまった。やる、イブ才能あるよ。そうかな。じゃあ行ってくるよ。うん。ねえ、あのさ、パートの話。なんだよ。その話は昨日しただろ。仕事頑張るって言ってるじゃん。お金のためじゃなくて自分の時間を充実させたいから。今のままで不十分ってこと？そういうことじゃなくて。行ってきます。そうやって家に妻を監禁して楽しいのかな。私のことを本当に考えてる？向き合ってくれてるの？気がつくと無意識のうちにパチンコに足が向かっていた。イブが生活に不満があることに俺は半年以上気づいていなかった。そしてある日、生活が少しずつおかしくなっていった。はい、もしもし、光一ですが。え、給食費が支払われてない？え、もしもし、イブ、給食費が支払われてないって連絡来たけど。ごめん、忘れてたみたい。あなた支払っておいて。はじめは給食費や税金関係をイブが忘れがちになっていたことだった。だが、さてと、今日はゴルフに行こうかな。あれ、ゴルフバッグがない。どこ行ったんだろう、ゴルフバッグ。って、ここにあった時計とか財布、それに冬の高級なコートもなくなってる。何騒がしい。ゴルフバッグどころか財布とかいろんな家財がなくなってるんだけど。
知らないわよ。星の昼ご飯作るので忙しいから騒がしくしないで。星の昼ご飯？ちょっと待てよ。土曜は朝からピアノ教室じゃ。ああ、やめたの。やめた？本人がやめたいって。そんなわけ。イブ、何か俺に隠してないか？何？私のこと疑ってるわけ？火災が消えたり、星の習い事がなくなったり、もしかして裏でお金を使ってるんじゃ。はあ？バカなこと言わないでよ。あなたの給料でやりくりしてるこっちの身にもなってよ。どこ行くんだよ。うるさい、放っておいて。星のお昼ご飯もほったらかして。って、こんな時に誰から電話が？はい、もしもし。あ、もしもし、リサです。イブちゃんいますか？いえ、いませんけど。え、イブがパチンコに？ストレス解消になるとかでハマってるみたいで。そんな。俺は本当にショックだった。まさかパチンコにハマっているなんて。だがそれで全てが合点いった。給食費や家財の消失、息子の習い事、なんとかしなければ。俺はすぐに行動に移すことにした。くそ、今日は全然出ねえな。旦那も早く帰ってくるし、今日はこのくらいにしとくか。ただいま。あれ、誰もいないの？あ、テーブルに離婚届。イブ、君がそんな人だとは思わなかった。これ以上一緒にいても君が幸せじゃないと思う。離婚してほしい。今夜中に判を押して出て行ってくれ。そんな。どうせすぐに泣いて私のことを呼び戻そうとするわ。覚えてきなさい。俺はイブを少し脅すつもりで手紙を置いていったのだが、あっさり出て行ってしまった。その後、イブは寝カフェで晩を過ごし、日中はパチンコを打ち続けた。くそ、このイライラ、パチンコで放出してやる。だが、金は底をつき、イブはお金を借り続け。少しだけ、少しだけ。これが当たらなければ、家に帰って謝ればいいんだ。だが、パチンコで稼げることはなく、闇金に手を出した。お願いします、お金を貸してください。問一ならいいよ。それでも構いませんので。借り手はパチンコ、借り手はパチンコ、そんな日々が3ヶ月続いた。そしてとうとう寝カフェに闇金業者が押しかけるまでに。借りた金きっちり返してもらわないとな。申し訳ございません。あと5日で返せなかったら体で稼いでもらうしかねえな。どうしよう、このままじゃ。お姉さん、俺が助けてあげようか？え、俺いい仕事知ってるんだ。誓約書にサインしてくれたら借金返せるくらい稼げるよ。本当に？借金を返せばパチンコができる。パチンコ、パチンコ。毎度あり。3年後。お父さん、あの人。うん？お母さんに似てない？いらっしゃい、私と一発やらない？5000円でいいよ。気のせいだ、行こう。イブは男の誓約書にサインし、身売りをさせられているようだ。だが本人はそれでも満足らしい。なぜなら、これでまだパチンコ続けられるわ。ちょっとした過ちが大きな過ちになることもある。もし自分の意思で止まれなくなった時はすぐに病院に行こう。俺は熊本、アルバイトを転々とするフリーターだ。正直暮らしていくだけでも精一杯だったが、そんな日々のストレス発散ができる趣味を俺は持っていた。うおー、当たれ、当たってくれ。そう、俺の趣味とはパチンコ、競馬などのギャンブル。しかし俺は1日に使う金は何円までと節度を守って楽しんでいた。また負けた。くそ、俺にもっとパチに回せる資金があったら取り返せたかもしれないのに。今より元手を増やす方法は。
これは派遣社員か。今のバイトより給料いいし、正社員よりかは楽そうだし、いいかもな。よし、思い立ったが吉日、応募してみるか。こうして俺は派遣社員として働くことになった。しばらくは研修期間としてビジネスマナーなどの講座を受けることになった。続いてはお金に関するお話です。社会人の皆様、胸を張って自分は金銭管理がうまくできていると言えますか？まずは家計簿をつけるところから始めてみましょう。収支のバランスが取れた生活ができているか確認できるいい方法の一つです。だりーな、こんなの常識だろ。わざわざ研修でこんなクソセミナー受けさせる意味がわかんねえわ。金は買って当てて増やせばいいんだよ。見てろよ、今日こそは絶対に負けねえからな。しかしそんな意気込みだけで当たるはずもなく、くっそー、悔しい、また負けた。このインチキパチ飴、もうここには絶対来ないからな。そんな中、俺の派遣先が決まった。俺が配属されたのは銀行会社のテラー、いわゆる窓口係だった。お金の勘定とか俺できるかな。間違えたらどうしよう。今は全部機械が自動でやってくれるから、その心配はないよ。それより大事なのはお客様の顔色伺いかな。あ、そうなんですね。それも大変そうですが、俺は先輩社員に教えられながらテラー業務である預金の入出金、振り込み、両替、公金納付などのやり方を学んでいった。仕事は楽しかった。先輩が優しく丁寧に教えてくれるからというのもあったが、一番はこんな大金に触れられるなんて、まるで億万長者になった気分だ。大好きなお金を扱う業務だったので、俺は心底この仕事を気に入った。しかし問題は、さすが銀行員というだけあって、みんな真面目というか、お堅いというか、どうやらこの中に俺と趣味の合うやつはいなさそうだ。そういえば熊本くんって休みの日は何してるの？え？休みですか？パチと競馬に明け暮れてるなんてとてもじゃないけど言えねえ。まあ寝てますね。ああそう、なんか聞いて悪かったね。なんかみんなこそこそ話し始めたぞ。これはもしかしてみんな俺の悪口言ってるんじゃ。空気悪い、居心地悪い。その日からなんとなく俺は会社の中で浮くようになってしまった。このストレスをどこで発散するかって、賭けしかないだろ。行け、そのまま突っ走れ。今日はたまりにたまったストレス分全部この馬に投じた。頼む、大本命、そのまま逃げ切ってくれ。くそ、あとちょっと、あとちょっとだったのに。この大負けは痛い。いけると思ったから貯金も全部切り崩したのに、こんなあっさり負けるだなんて。次の給料日までギャンブルはお預けか。しかしそれからの日々は過酷なものだった。あー、パチ打ちたい、競馬行きたい。どうしたの熊本君、もしかして寝不足？あ、いえ大丈夫ですよ。大丈夫じゃないよ、そんな状態じゃ人前に出せないから。今日は書類の仕分けやっといて。俺はギャンブルを我慢した禁断症状で仕事にも影響が出るようになった。どうしても我慢できなかった俺はカードローンを組んで金を工面した。これでこれまでの負けを全部取り返してやる。しかしまたも撃沈、負けてしまったのである。返済は滞り、カードローン会社から催促の電話が毎日のように鳴り響いた。どうしよう、なんとかして金を手に入れないと。どこにある？金、金。あ、そうだ。追い詰められた俺はとんでもないことを思いついた。お客様のこのキャッシュカードなのですが、だいぶ劣化していて、いつ使えなくなるかわからない状態ですね。新しいカードをお作りしましょうか。そうかい、じゃあお願いしようかの。それでは手続きにあたって必要になる暗証番号をここにご記入ください。ああ、ちょっと待ってな。ちょろいもんだ。これで客の口座から預金を引き出して俺のものに。よし、これだけあれば余裕で返済できるな。いや待てよ、これを使って大当たりになったら俺大儲けできるんじゃ。これは行くっきゃない。
負けた。あんなにあったのに、なくなるのは一瞬。またまあ客騙して売買にして返せばいいか。横領し負けてというのを何度か繰り返し、ある日とんでもないことが起こる。当たった、大当たりだ、やったぞ。こんなのいつぶりだろうか。粘り強く頑張ればいつか人生大当たりするんだな、ということを立証した気分になってルンルンで次の日会社に行った。君、前に新しく作ったカードで口座残高を見たらゼロと表示されるんだが、どうなっているんだ。前に騙した客、それはですね、メンテナンス中だった可能性が。何度試しても同じなんだ。どう考えてもおかしいだろう。一体どういうことなんだ。原因を究明して後ほど回答させていただきます。あれはやばかった。もう少しでバレるかと思った。さすがにそろそろ詐欺分も返さないといけないか。だがあとちょっと金が足りないんだよな。こうなったら向かう先はただ一つ。俺は全財産を持ち出し競馬場に向かった。頑張れ、いっけー、ミッククイーン。俺の人生は全てこの一戦にかかっていると言っても過言ではない。頼む、勝ってくれ。もうすぐ勝ちそうと決着がつく寸前、俺の目の前に突如警察が現れた。あなたが熊本さんですね。おい、何してくれてんだ。お前のせいで勝敗わからなかっただろうが、こんにゃろ。熊本さん、あなたを公務執行妨害と横領の罪で逮捕します。結局最後のレースでも俺は負けていたと後で知った。俺はギャンブルによって人生をめちゃくちゃにしてしまった。それほどにギャンブルの沼は深いということを思い知ったのであった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。